こんばんはそしておはようございます毎週土曜日は0時からちょっと懐かしいガンアイテムをご紹介させていただいております今回は MGC のモデルガン VP70 ブローバックモデルご紹介したいと思いますこんなね、えー、紹介されたこれ発売日時期に近かったやつだと思いますけれどもねこんな広告も一緒にね えー、お見せしながらですね今日はこのガンちょっと遊んでみたいなと思いますそして今日は一部の人にとっては非常にね、えー、特別な日ということで、えー、我がヒバサンタもですねはいこんな感じで手作りのねイルミネーションの上にね乗っかってで下にはね9ミリカートを従えてという感じでまさにねカートを木箱の上に木箱じゃないですよ紙箱ですけどもね上にねどっかと足を下ろしてね私のねこの はい、いつものようにぐだぐだの紹介をね今が見守るというね雰囲気を出したいと思っております。発売はね82年1982年の春頃だったと私は記憶しております当時実はこの銃に私全然興味がございませんで、えー、実際購入したのはもう MGC がかなり何なて言うのかな、えー、ともう末期の頃かな。で お確かオークションか何かでね落としたんだと思います。今回のはそのモデルをご紹介しています。パッケージはね、こんな感じのパッケージです。まあ、いずれにしてもかっこいいですね。はい。もう何度も申し上げますけれどもね、やっぱり MGC はね、毎回ね、ニューモデル発売の時にそのイメージに合わせてね、それなりに凝ったパッケージで提供してくれているという点では、すごく嬉しかったなと思います。じゃちょっとね、ひばさん、ちょっと隅っこの方にずれていただいて。 はい、本体のご紹介入りたいと思いますサムネ用にねちょっとスペースを空けて取りましょうはいこんな感じですねどうでしょう10としては非常にでかいですよねですから口径もねこれ45とかそういうのだったら分かったのかもしれないんですけれどもこれで 9mm なんですよねでバースト用のストックは、えー、今回は出していません、はい、というのもですね、えー 馬さんのガスガン用のね、えー、ストックはあるんですけれどもモデルガン用のやつはね持ってませんのでそんな感じですなんかここね10円玉差し込みたくなるような感じですよねはいこの銃自体なんかもう絶版になっちゃってるらしいんですけれどもコンセプトは良かったけれどもあんまり評判は良くなかったのかなって感じですねえっ、ー、と実銃の方の紹介は先ほど <laughs> すれ広告をお見せした雑誌の80年から81年ぐらいの間にね、えー、多分、えー、高野氏がね紹介されていた曲があります今回ちょっとね見つけようと思ったんですけど今ね70年代80年代はねすぐ出るところにあるんですけどもそれ以降のやつがねちょっと奥に引っ込めちゃってるんでねすいませんまた出てきたらその時ね、えー、ご紹介しましょうこれすごいのはですね例えばこうスライドをこう引きますとね でコックされたハンマーって軽いじゃないですかところがこれはですねはい常にダブルアクションみたいな感じでこんな感じになりますんでどうあってもトリガープルは重いですはいでね試しに測ってみるとトリガープルがねうんって引いて4.29ですねねもう一回やりましょうかおりゃ 4.62と、まあこのぐらいですねだからリボルバーのダブルアクションにしたって重い方というのが、えー、オートで実現されているという感じです、はい、なぜこういう機構なのかっていうのはあの私はよくわからないので今度タククーのレポートを見つけたらねはいしっかりとね読み込んでみたいなというふうに思います本体重量は 530g 程度ですね、はい、ABS ですから非常に軽いです 大したことないなぁないいんて思いきやですね、これマガジンがすすごいんですよ。これ確かね実物とあんまり形違わないと思いますよこのマガジンはこの凝ったプレスこれ一つ撮ってみても多分実銃がこんな格好でしたよ確かマガジンそれはちょっと覚えてるんですけれども。 これを再現するのもすごいし元々の実銃の方もこりゃコスト合わねえだろうなって気はするんですけれどもどうでしょうか久々のこの綺麗なスチールブルーのマガジンちょうどいったね筆玉くんもねパコッとくっついますね、はい、はいはいはいすごいすごいベースはこんな感じでねここまた凝っちゃっててねちょっとこれはね,ねなんか 型を作るのも大変だろうし、品質管理もさ大変だろうし、最後の溶接ってこの頃ってもうロボットかなんかでやってるんですかね？で、このフォロワーまでね。プレスですよ。これ！すんごい凝ってますよね。ということで結構このマガジンだけでね。私この銃価値ありかなと。これであの先ほどお見せした通り、お値段4900円って異常に安くないですか？って感じですね。 ちょょっと装填ししてみましょうか。カートはねえー、と,とかとと共用のオーープンカートだったと記憶しております。私今手元にあるちょっとこの中古のカートをね適当に 9mm のやつを持ってきましたんで後ろのね背中にぴったりつけるように入れたいと思いますというのもこれこういう装填方式ダブルカラーまでしかもなんかこ間あるんでこれでトンってやった日にはこいつ飛び出るんで、はいね、手で一個一個後ろにしっかりつけていくと。 さて装填廃墟がグダグダにならないといいなと思っております一発目引くとこんな感じですね中はこんな感じに見えます離す入ったかなお入りましたねさあじゃあ引いてみましょうおっく出ますね何の引っかかりもなくスッと出ますねはいイングラムとかああいう系統のみたいです M59 か39よりもスマートに出てくる感じです 最後の一発はしくじるんだろうな、うん、お出ましたねはいこれが私の個体だけなのか全体的にそうなのかちょっとよく分かりませんけれども、はあ、すごいななかなか結構スムーズにいきましたねこうなってくるとなんかちょっと別の遊び方もしてみたくなってきますよね発火させてみるのもねいいんですけれども私これ1丁しか持ってないんで ちょっとどうかなって感じだなしかもこのダブルアクションであんまりねダブルアクションというかう重いトリガーで遊びたくない <laughs> っていうのが正直なところですねそうするとこれだとほら例のこのシャカ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 ああ遊べましたねカートどっか行っちゃいましたけどねいいですねこういう遊び方ができちゃて結構ね軽いんですよこれあのと何ていうのかなあの あのスライドのリコイルスプリングがまあ結構、まあ、なんてう緩いっていうか弱いって感じですねですからなんか、えっと、10均のエアコン並みですねこれこれブローバックさせて大丈夫なのなんて感じですねちょっとバラしてみましょうかいいよいしこのね,、えー、ねレバーをね確か下げればオッケーオッケーオッケー下げてどうするでしょう低いでしょそう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 適当オッケーはい こんな感じですねむき出しのメーカーでなんかでも結構スチールパーツが結構使われているような感じでそれがコストダウンになったのかあるいはそれが故にある程度高いのか本当は23,000円だったのかなみたいな感じですけどねしかしまあ MGC っていうのは面白いっていうかモデルに目をつけますよね。 イングランドなんかもそんな感じじゃなかったですかねオープンデトネーターがオープン用のねデトネーターが入っていますね先ほどのねこんな感じですねでこれでこいつがこいつがねバチンバチン動くんですよつまりこれを引っ張ってバチンって倒すから、まあ、簡単に言うとタニ人アクションみたいなもんですよねそんなこと言ったら全然違うよとか言われちゃうのかなはいスライドの内部はこんな感じです非常にシンプルな構造ですね で見てくださいこの ABS ですしけれどもこのペランペランに薄いね、えー、この何て言うんですかスライドなんかだからちょっとこれ大丈夫なのって感じですねただ、えー、5mm キャップ1発だけっていうことであればうまく抜けれるのかなうんリコイルスプリングもなんかおおらかな感じでいい感じですね今私逆になってますかこれスプリングまあいいや ちょっとこのままねこれこうやってみましょうか入りましたねそしてパチンと大丈夫かな大丈夫ですね手元に残った2発のね、えー、カートをね毎回カラカートを詰めてこれインナー抜いてありますねキャップカヤック入れないとオープンカートの場合インナーこぼれちゃいますんでねでしコンあ失敗しちゃったこんな感じですね 失敗すするとねねねね奥ままままままでジャムっててててしまいましししいたた、ね、を抜ききき出出か仲良く、ねはい、もう一回チャレンジしましょう中古カートなんでねもうリムもかなり傷んでるんでそんなのもちょっとあるのかもしれませんね勢いよくこれがポイントですね勢いよくがね今皆さんにお見せしたできなかったんですけれどもねこの飛んできたねこのカートが落ちる寸前の方肘バッとこう押さえて ね、この運動神経ある限りねまだまだねモデルガン楽しんでいけそうですねだめ <laughs> <ダメ>か <laughs> はいということでもう一回ね、えー、最後に外観ねまずねパッと見てねインサートしっかり見えるっていうのはいいですねもっと前にあってもね良かったと思いますでこちら側は割と寂しい刻印で MGC のね、えー、刻印が入っております これがね嫌だって方もいらっしゃると思いますけど私なんかやっぱ逆に全然 MGC 刻印とね昔のあの王冠の SIG のねリアサイトのところにあった王冠付きの MGC のマークなんかも好きですねでこちらの方はねプルーフマークなんかもね綺麗、えー、に再現されているねマニアはこちらで OK って感じなのかなって感じですねでちょっとこの辺り引けがね見えますかね成形のねでこのね サイトピクチャー,チャーフロントサイトに触れないといけないなフロントサイトは、えー、と谷岡場さんのやつってここがこういうふうにシュッシュッシュッってこう白くなってませんでしたっけで実重も確かそうなんじゃな,なかったかな感じですねでエキストラクターの部分はモールドですけれどもこの辺は MGC お得意のね感じですねはい ちょっとねその紹介されてた実情が紹介されてた雑誌をね今度見つけたらちょっと比較したいなと思うんですけれども実際そんなにこれ MGC オリジナルメーカーっていうことじゃなくて本体が独創的なンドメーカーでさらにそれがモデルアップしやすくてあるいはコストが安くできそうで3ーバーストができそうでっていうところで多分比較されたんですかね。あのスリー3バーストがうまくいってれば MGC 初の3ーバーストの、えー、モデルガンになったんじゃないかなと。 スリーバーストといえばね、えー、とトンプソン神火薬版でしたけれども結構そこそこ打つことができてもちろん時々ね何発かに一っ不発は出るんですけれどもあれってトリガーコントロールゆっくりでやると確かセミオートに設定しておいて半引きして振るセミなんてできたような気がするんですけれども、えー、私の記憶違いではないと思いますやってたんでね。であとあのトンプソンの場合って割とまあゆっくりじゃないですか。 ふわーっとあのインゲラムみたいに吐き出すわけじゃないんでですから結構3,4発のところでダダダダダダ,ダ,ダって遊べたりはしましたよねはい。まあ、実写版のワイルドセブンなんかでもねそのあたりのトンプソンの魅力はね12分、13分ぐらいにねはい出てましたねしょっちゅう風発が出てそれをね、えー、隊員たちが弾く、ね、ステンマーク 格闘ってか、ブラックスパイダーはステンマークが多かったです。けれども、ステンなんかの方がちょっと調子良さそうでしたよね。あとはあのね mgc のブローバック第1号とね。長物の第1号、あのほん、あの全部通して第1号なのかな。mp40 なんかもね印象的に出てたモーゼルカービンも出てたね。あと、ウィンチェスターも出てましたよね。そういった意味では本当に mgc のまあ宣伝番組っていうね。 色もねあ、えー、っ,ったと言,え言っちゃっていいのかなって感じですよね。ということでね、えー、話を強引にワイルドセブンに戻したところでもう一回ひばちゃんにはねこの辺で見ていただいてどうでしょう今日の十話みたいなねひばちゃんにっともらいましょうかね持ってるわけないですね。はい、ということでね、えー、今日はね、えー、まあ随分前のモデルガン1982年のねにリリースされた MGC のモデルガン。 ヘッケラコホ VP-70 当時発売価格なんと4900円消費税なかったですからね本当に4000円1000円札4枚と、えー、100円玉を9枚持っていけばねはい買えたブローバックモデルガンご紹介させていただきましたではまた